さて、追っ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定、よってここに死刑を宣告する。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。信じて。ひどい。今月に入って何人目だ。邪教徒狩りと称して無実の人間を。伯爵は何を考えておられるのか。ガッツ、何とかしてあげられないの。やりてえならお前がやれよ。そんなこと俺にできるわけ。だったら黙ってな。力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ。力のあるやつに従ってりゃいいんだ。ガッツ、この痛み、近くに奴らの仲間が。街のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ、確保せよ。昔はあんな冷酷な人じゃなかったのに。お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。俺の家族はあの伯爵の野郎に食われた。
奴は人間じゃない、魔物さ。があるのに痛い痛いよ。首よ、伯爵の首よ。私たちの恨みよ、さあ一緒に。ふざけるな、俺は貴様らの仲間なんかじゃねえ。俺は俺の戦いだ。血と肉を持ったこの俺にはやりやがる。伯爵、殺して。雑魚には雑魚の生き方しかありゃしねえんだ。やりやがる。通すわけにはいかん。おとなしく投降すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。古い剣士、どれほどのものか。待ってろ、貴様の頭に鋼鉄をぶち込んでやる。
戦士として一流というわけか。待ちかねたぞ、黒い剣士。さあ、試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけだ。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられない。人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。俺を止めたきゃ貴様と同じように頭を砕くか心臓を潰すんだな、なめくじ野郎。許さんぞ、許さんぞ、虫けらが。これが限界さ、人間の。嫌だ、死ぬのは嫌だ。ガッツ、何か落ちてる。ベヘリット、この世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵、五人のゴッドハンドを呼び出す鍵。よくできてるね、これ。どうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。あ、待ってよ、どこへ行くのさ。奴の通りし足跡か。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。人として歩み続けることができるか、それとも。Thank you.